イケメンフォトへようこそ。どうもこんにちは。今回はリアルに王子様だと思う30代俳優ランキングトップ10を紹介します。皆さんは誰か思い浮かぶ方はいるでしょうか？それでは早速ランキングに入りましょう。第10位はなんと3人がランクイン。第8位からの発表になります。第8位1人目、山崎育三郎さん。1986年生まれの38歳。山崎さんといえば日本を代表するミュージカル俳優。2023年に開催されたミュージカルでもプリンチペ、イタリア語で王子と付けられたツアータイトルの通り、姫を迎えに行く王子のように全国で待つファン一人一人に手を差し伸べようとする山崎さんの思いが詰まっていた。普段からファンの皆様にプリンスと呼ばれているみたいですよ。これからの活躍にも期待ですね。第8位タイ2人目、神木隆之介さん。1993年生まれの30歳。私が思う神木隆之介さんのイメージは爽やか好青年でした。そんな神木隆之介さんは芸能界でも性格がよく愛されキャラとして有名です。それには母親の教訓が影響しているとのこと。その教訓は1、性格の可愛い人でありなさい。2、真逆の意見も一度は受け入れなさい。3、身ほど頭のしだれる稲穂かな。の3つであり、いろいろな意見に耳を傾けられる謙虚な人であれという思いが込められている教訓です。そんな神木隆之介さん、本当に素敵な大人になりましたね。これからの活躍にも期待ですね。第8位対3人目、早見もこみちさん。1984年生まれの39歳。早見もこみちさんといえばイケメン料理王子。役者デビューを果たした際は、あのイケメンは誰と問い合わせが殺到するほどの人気ぶりだったとか。現在は朝の料理コーナーを担当するなど、すっかり主婦層から人気となりましたね。俳優業だけでなく料理でも見せてくれる。今後の活躍にも期待ですね。第7位、佐藤健さん。1989年生まれの34歳。今月で35歳になりますね。佐藤健さん、確かにイケメンでも私のイメージは王子様より魔王様。こいつ強かったですよね。でも現実にあんなかっこいいお医者様いないでしょ、なんて思いながら見てました。でも一番好きなのはルローニケンシンの時の佐藤健。めちゃくちゃかっこよかった。今後の活躍にも期待ですね。第6位は、第5位に2人ランクインです。第5位1人目、亀梨和也さん。1986年生まれの38歳。亀梨さんといえばジャニーズきっての色気持ち、セクシーなファンサでも有名ですね。以前主演映画 P と JK の PR のためサプライズで都内の女子校を訪れた亀梨さんは、亀梨さんが大好きすぎて困っています、結婚してくださいというお願いをした女子高生に対して、ぜひそういうタイミングが来たら僕から言いますので引き続き応援しながら待っていてくださいと答えたそうです。女子高生の気持ちを否定せず、うまく受け止めた亀梨さんの神対応に多くの人から絶賛の声が上がっていたみたいですよ。これぞアイドル。あまり良くないネットニュースもありましたが、今後の活躍にも期待ですね。第5位対2人目、生田斗真さん。1984年生まれの39歳。生田斗真さんといえば、私は天才テレビくんの時から応援してた世代。一番好きなのはイケメンパラダイスとウロボロス。よかった。でも王子様って感じは。映画先生、好きになってもいいですか？ですね。映画もそうですが、あの完成披露イベントの時ですね。キャスト陣がハート型のボールを客席に投げながら退場することに、他のキャスト陣が2階席や3階席の人たちにも届くようにと全力投球して客席を沸かせる中、生田さんは欲しがる観客の中から君にあげるねと言った風に指さすと、そのまま席まで歩いて行って目を見つめながらしっかりと手渡ししたみたいです。ああ、もうそんなことされたら気絶ものですよね。今後の活躍にも期待ですね。第4位、岩田貴則さん、通称ガンちゃん。1989年生まれの34歳。今月3月で35歳。世間によらついたイメージを持たれていた LDH のアーティストの中で、いち早く王子キャラの立ち位置につきましたね。しかしガンちゃんはもともとブラックカルチャーへの憧れが強く、学生時代は日焼け、ひげ、ピアスというイカにもダンサーといった風貌でした。今では想像もつきませんね。オラついたダンサーから王子へとキャラクターを変え、主演映画植物図鑑、運命の恋、拾いましたで、岩田貴則イコール王子と一括たるイメージを築き上げたみたいです。私はドラマディアシスターの8がドンピシャで大好きでした。2024年度前期 NHK 連続テレビ小説トラと翼に出演予定です。今後の活躍にも期待ですね。ちなみに私の母は3代目 JSOULBROTHERS のファンで、この間ライブに行っておりました。羨ましい。第3位、山下智久さん。1985年生まれの38歳。ああ、山 P かっこいい。平野紫耀、君が憧れる存在ですよ。山 P のドラマはどれもいい。最高。ブザー P と、コードブルー、クロサギ、
5時から9時まで皆さんはどれが好きでしたか？ドラマクロサギに出演された時、ロケの際には雨が降っていて困っていたスタッフに大し傘を渡して山下智久さんは雨に濡れながら歩いていったというエピソードがあったみたいです。いいことなしの王子様でも3位なんですよね。2024年4月には主演ドラマブルーモーメントが放送予定みたいです。今後の活躍にも期待ですね。第2位、山田涼介さん。1993年生まれの31歳。ジャニーズ界の王子様と言っても過言ではないですよね。最近のドラマで印象的なのは王様に捧ぐ薬指、お似合いの役でしたね。かっこよかった。そして最近だとテレビで同級生である女優の川島海荷さんが山田涼介さんの高校時代について語る場面がありましたね。二人が通っていた高校について、川島さんはヘアメイクとかもダメだったんですよ。結構校則が厳しくてと振り返り、自身はボサボサで寝起きのまま行ったりしてたと告白。それに対して山田さんは、川島さんによるといつもキラキラしてるといい、校庭とかでボールとか使って遊んでるんですけど、それも全部スローモーションに見えてくるぐらいと山田のキラキラぶりを話していました。山田さんはそんなことないと苦笑いで否定していましたが、スタジオからは王子様だとの声が出ていましたね。同級生にキラキラ王子様、羨ましいですね。演技もそうですが、二宮さんとの YouTube で見せる山田さん、私好きですね。以外に大食いのところとか、2024年3月現在主演映画サイレントラブが大ヒット上映中です。今後の活躍にも期待ですね。第1、吉沢亮さん。1994年生まれの30歳。私が強く印象に残った最初の吉沢亮さんはあれのママレード、ボイ。子供の頃に朝放送されていて漫画まで読んでました。あのかっこいい優雅、ここまでドンピシャな人がいるのだと感心しました。もう胸キュンしまくり。そして国宝級イケメンランキングでも殿堂入りしてますよね。そして自身のイケメンぶりを否定しないところも好きです。2024年は主演映画僕が生きてる2つの世界が公開予定です。イケメンなだけではなく演技も素晴らしい。今後の活躍にも期待ですね。以上、リアルに王子様だと思う30代俳優ランキングトップ10でした。皆様の思う方はランクインしていましたか？それも気になりますが、こうして動画を作成していると、え？もう何歳だったの？と驚く方ばかりでしたね。やっぱりみんな若く見えますね。キラキラしてます。それでは、またお会いしましょう。よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。